テレトビズ。イギリスのエリザベス女王が17日、今月末退任する予定のカーター国防参謀長をウィンザー城の部屋に愛犬とともに迎え入れました。エリザベス女王は10月に医師の助言を受け静養していて、イギリスのメディアによりますと、対面で公務に従事する姿が公開されるのはおよそ1ヶ月ぶりです。